ヨハン・ヤーコプ・ディレン・ヨハン・ヤーコプ・ディレン、またはディレニウスはドイツ出身の植物学者である。ダルムシュタットに医者の息子として生まれた。ギーセン大学に学び、1719年に博士号を得た。同じ年に植物カタログ、ギーセン付近に自生する植物カタログを出版した。植物のみならず、キノコなどの菌類を記載した。ディレンの種の分類のいくつかは、カール・フォン・ディーンネの分類に取り入れられた。1721年に、イギリスの植物学者、ウィリアム・シェラードに招かれ、シェラードの集めた植物標本の調査に加わった。さらにシェラードと共に、西イングランドやウェールズの採集旅行を行った。1724年にジョン・レイの英国の植物の体系の審判を作成し、同年王立協会フェローに選出。1728年にシェラードが亡くなると、蔵書と植物標本はディレンに残され、シェラードの遺産をもとに設立された、オックスフォード大学の植物学のシェラーディアン教授職にディレンが就任した。その他の著書には、シェラードの弟のコレクションに関する、カタログ・オブ・ザ・レア・プランツ・グローイング・アット・エルサムがあり、オックスフォードを訪れたカール・フォン・リンネが1月余り、ディレンと研究した。リンネによって、ビワモドキ科のビワモドキ属に、献名された。オックスフォードで、脳卒中で没した。ディレンの原稿、書籍、多くの図版や、植物の観想標本などは、後継者のハンフリー・シブソープによって購入された後、最終的にオックスフォード大学が所有し保存されている。ディルは植物の学名で命名者を示す場合にヨハン・ヤーコプ・ディレンを示すのに使われる。ありがとうございます。